らっしゃいませ。 FM 大田区862木曜午後8時半やってまいりました。ここからはフットボールラウンジの時間です。お相手加古信明です。今日も最後までよろしくお願いいたします。まあ今どんな、ね、ラジオの番組でもこう言うと思うんですけど、暑いですね。何か僕の周りでも体調を崩される方がとても多くて、そりゃそうですよ、こんなに急激に暑くなったら。うちの家族もクーラーが苦手な人が結構多くて、クーラー苦手って、クーラーつけてるとなんかね、こうよくわかんないんだけど膀胱炎になるっていうのが、うちの、僕は全然関係ないんですよ、僕は全然そんなことないんですけど、うちの母がそういう人で、案の定崩されてましたね、崩してましたね。で、水分補給、胃腸がそれで悪くなってしまって、ご飯が食べられないってすごく悩んでいたんですよ。で、僕はそういう訴えを受けて、いつもランニングとかで使っているエナジージェル、ウィダーインゼリーとか知ってますかね、コンビニとかに売ってるこうパウチ袋に入ったゼリーで、これ飲むだけでエネルギーがすっごい取れるっていうやつ、それを持ってったんですけど、それ持ってって、まあ、エネルギー取れない、ご飯食べられないんだったらこれ飲んどきなって言ったんですけども、どうもね、最近テレビとかでも高齢になってきたらタンパク質を取りなさいっていう話がすごく多いじゃないですか。市とか自治体のパンフレットとかにもそういうタンパク質を意図して取りましょうっていうのがあるじゃないですか。で、逆に糖質を減らした方がダイエットになりますよっていうようなものもあるから、なんかね、エナジージェルを置いたらそれ突っ返されまして、糖質は体に悪い、でタンパク質は体にいいからって言って、僕が前置いてったザバスのプロテインを、ソイプロテイン、いわゆる大豆の粉ですよね、大豆の粉のプロテインをガブガブ飲んでました。そういうもんだったっけって思いながら聞いてましたけれども、ただ健康って本当半分オカルトみたいなもんでね、自分の気持ちが納得する方が実は効くっていうこともあるんで、難しいですね。どっちが正しいっていうことも言えないですからね。それぞれのこう納得するやり方で自分の体をケアすると一番いいんじゃないかなっていう気はします。実際にうちの母もこれで治りる方向に動いてるみたいですからね、それは良かったです。さあ、それではフットボールラウンジキックオフです。今日のお品書きピックアップ関西サッカーのコーナーでは、先週末に行われた JFL 第18節レイラック滋賀 FC 対ソニー仙台 FC の結果、そして試合後寺峰明監督、服部公平選手のインタビュー、さらに12日に福井ユナイテッド FC とのハピネスフェスという親善試合のね、フェスで親善試合を行うんですけど、それに向けて福井出身の、僕も福井の人間なんですけど、福井出身なんですけどもね、サッカー界では珍しい福井出身の2人として、レイラック滋賀 FC 川端光選手と福井トークをしてまいりました。レイラック滋賀 FC の皆さん、福井に来られる時はこの川端選手と僕の福井トーク参考にしてください。よろしくお願いいたします。それでは今日もフットボールラウンジキックオフです。ピックアップ関西サッカー、時は音が入らない時もありますよね。さあ、ということで先週末の関西のサッカーの動きをご紹介するピックアップ関西サッカーです。最近はもう僕のスタジアム DJ やってるレイラック滋賀 FC ばっかりになってますけど、どうもね、日程が
結構レイラックと被っちゃって、関西サッカーリーグとか、あと関西の女子リーグとか、皇后杯の予選、皇后杯って男子でいう天皇杯、女子の天皇杯なんですけど、そういうところの試合もたくさんあったのになかなか行けなくて、ちょっと手が出せてない状況なんですね。まあもっと本当は外っていろんなところを扱いたいんですけども、レイラックばっかりになって、まあ、レイラックのサポーターには嬉しい状況なのかなという気がしますけどね。ということで今回は JFL18 節、先週末30日に行われたレイラック滋賀 FC 対ソニー仙台 FC の試合ご紹介をいたします。レイラック滋賀 FC はここまで JFL15 チーム中6位、勝ち点が24、一時期は首位に立っていたんですけれども、ちょっとこのところ負けが込んでしまって、ホームでは5月の沖縄 SV 戦かな、あれ以来勝ってない。アウェーでは勝ったんですけどね。なのでちょっとしばらく勝利から見放されてる、ホームでは勝利から見放されて成績が落ちてきていると、6勝6分け4敗という状況でこの試合に入りました。一方のソニー仙台 FC は今年は好調、7勝5分け4敗ということで勝利の数が多いと、そのために勝ち点が非常に伸びているという状況で、危ない相手だなということで7月30日レイラック滋賀 FC との試合に乗り込んできました。そしてこの試合なんですけれども、レイラック滋賀 FC はこれまでなかなか使ってこなかった4バック、3バックから4バックに変えて臨んで、序盤、試合はなかなかいい形でスタートできたんですけれども、先制をしたのはソニー仙台 FC、前半34分に鈴木啓太郎選手が先制点を決めて、第1、ソニー仙台 FC がリードを奪います。一方のレイラック滋賀 FC も反撃を見せて、後半15分、宮城選手のオーバーラップ、センターバックの宮城選手のオーバーラップから PK を獲得して、服部公平選手がその PK を決めて1対1と追いつきます。1対1と追いつきました。ただその後72分、ソニー仙台 FC が勝浦太郎選手のゴールで追加点を決め、さらに86分、秋元優太選手のゴールが決まって、ソニー仙台 FC がもう1点リードを広げます。この結果1対3、レイラック滋賀 FC、 残念ながらこのソニー仙台 FC 中断前の最後の試合も1対3で敗北となってしまいました。なかなか最近本当に勝てない状況が続いています。ただ運のいいことに、まあ、他会場の結果もありまして、順位はこれでレイラック滋賀 FC 6位で変更なしとなっています。ただちょっと最近失点がかさんでいるのが気になるところで、今24得点24失点、24失点って実は15チーム中下から3番目で、最初の方はだいぶ失点が少なかったんですけれども、最近ちょっと失点が多くなっちゃって、それがこの順位が下がっている原因インですよねっていう感じではありますね。さあということで、これで勝ったソニー仙台 FC は勝ち点を29に乗せて2位、そして負けてしまったレイラック滋賀 FC は繰り返しますけども6位にとどまったということになりました。ではこの試合終えた後、まあ、ちょっと悔しい結果ではありましたけれども、その後にお話を伺った、寺峰明監督と服部公平選手のインタビューを続けてお送りをいたします。まずは監督寺峰明さん、なかなかいろいろと変化をつけて挑んだこの試合、どんなことを感じられたんでしょうか。寺峰明監督です。寺峰監督にお越しいただきました。はい、まあ、ちょっと今日も悔しい試合になってしまいましたけれども、はい、1対3の敗北、感想からお願いできますか。そうですね、新しい取り組みで初めて、今シーズン4バックトライして、
今まで準備してきたところっていうところどこでだけやれるかっていうところでやりましたけども、やはりあの上位のソニーさんっていうところで前半はまあうまく外されて、うまくいかなかったところが多かったんですけど、後半非常にみんなが修正してもらえたので、まあいい時間に得点も取れて、もう1点っていうところが何回もありながら、やはり後ろが枚数減らしている分あっさり失点するっていうところが出たゲームだったかなと思います。またそのバランスを監督としてもちょっと見なきゃいけないなっていう、夏に向けてですよね、そこは。はい、そうですね、はい、どういうふうにこう夏、まあ、ハピネススペースもありますけれども、はい、どういうふうに過ごして、どういうものを高めていきたいですか。そうですね、安易に人の人数、後ろの人数増やして守るっていうよりも、やっぱり少ない人数で守るっていうことにトライしながら、やはり1試合やっぱ複数得点取れるぐらい、たくさんゴール前のチャンスを作るっていうゲームをしないと、やはり我々自力になっていかないですし、優勝するっていうところの目標であれば連勝しないと多分それは難しいので、やはり固く守って勝つだけっていうのはちょっと限界があると思ってますので、そこの攻撃的なところを準備したいなと思います。やっぱりその守りの部分と、まあ、セットプレーで勝ってた前半があったんですけれども、はいはい、やっぱり読まれたり、ね、対策されたりっていうのは感じていらっしゃいますか。はい、そうですね、やっぱりそんなにセットプレーで毎試合取れるっていうのも相当ラッキーな部分もありましたけども、相手が相当そこは警戒してきてますので、やはり次の手っていうのを持っておかないと、勝ち続けるっていうのは難しいと思ってますので、やはりそれを作ってる段階かなと思います。はい、その新しいという点ではすごく新加入の選手がポンポンと5名入ってこられましたけれども、はい、人数が多くなったことによってどういう変化がありますか。そうですね、プラスのところでは非常に攻撃の厚みが出たり、競争が激しくなるっていうところでありますけども、いかんせんやっぱり我々昼からみんな仕事してる選手たちなので、そんなに1日2ブレンをするっていうことはできないので、やはりこの練習の強度であったり、反復であったりっていうところをどう持っていくかっていうのは、まあ、この中断の1ヶ月のところで、まあ、いろんな今どうするかっていうのはスタッフと話してますけども、まあ、我々ちょっと考えなきゃいけないなと思ってます。はい、そういう点ではハピネスフェスは親善試合ですけど、すごくいいテストというか、まあそうですね、はい、いろんなものが試せる機会になると思いますし、はい、寺峰監督にとっても古巣との、まあそうですね、戦いですけれども、はい、どういう感覚で臨みますか、2週間後。そうですね、まあ、我々にとっては、まあ、オフ明け、一発目のゲームでありますので、まあ、いろいろ関係はありますけども、やはり攻撃的なところをどれだけ、上積みしてやれるかというところを挑戦したいなと思います。はい、今日は本当に暑い中、700人以上のサポーターの方々が本当に最後まで、はい、特に子どもさんが声を枯らしてくれましたので、そこに向けてメッセージをお願いできますか。はい、非常にホームゲームでなかなか、勝ちを見せれてなくて、どっちかというとアウェーで勝って帰ってくるというのが多いんですけども、まあ特に9月からの、残り11試合というところは本当に一つも落とせない、引き分けも許されないという状況ですので、もうとにかく勝つというゲームをしますので、ぜひまた足を運んでもらえればなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、寺峰監督でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すいません、バッタがついてます。え、肩に。あ、本当だ。これどうしたらいいですか。これ誰か取ってくれませんか。誰か。取れた、よかった。でかっ。ということで、寺峰監督のインタビューをしている間に、僕の右肩の後ろにですね、4センチくらいあるバッタがですね乗ってきて、最後の方は僕がパニックに陥ってました。取ってくれました、よかったです。さあ、ということで続きまして、服部公平選手のインタビューです。本当にね、激しい試合を終えて汗だくの中でインタビューを受けてくださいました。 PK を決めた服部公平選手のインタビューです。服部公平選手にお越しいただきました。まあ、試合はご自身ゴールも決めましたけれども、その後2失点をして1対3という結果でした。感想からお願いしてもよろしいですか。そうですね、まあ、この1対3という結果は、まあ、真摯に受け止めて、まあ自分たちがシンプルに相手よりも劣っていたというのは今日プレーしてて感じたので、まあ、このリーグ中断で1ヶ月空くんで、この1ヶ月でどれぐらいチームの
として底上げできるかっていう部分にフォーカスして、オフ脇からまたトレーニングに励んでいきたいです。今日はシステムが4バックになったりとちょっといろいろ変化もあったみたいですけれども、ご自身としてはチームのプレーどういうふうに感じましたか？そうですね、4バックで、まあ、いいところもあればやっぱ悪いところもあったんで、まあ、そこの部分は今後また、すり合わせていかないと多分また負けてしまったり、まあ、なかなかいい形で、ボールを前に運んでいけることが少なくなっていくと思うんで、そうですね、また、まあ、4バックも5バックも、ね、両方できるように、はい、チームとして練習していきたいです。それにしても夏空きます、スケジュールが空きますけれども、今思いっきり画面に汗が、はい、めっちゃ見えてるんですけど、はい、結構時間が空く中だけど暑いっていう中をどういうふうに過ごしていきますか、はい、1ヶ月。そうですね、まあ、僕は冬より夏の方が好きなんで、そうですね、今走ることによって、まあ、冬も他のチームより走れると僕は思ってるんで、まあ、この夏しっかり、まあ、トレーニングプラスフィジカルの部分を上げて、相手との差を広げたり縮めたりしていきたいなと思います。1ヶ月後、まあ9月10日ですからもうちょっと1ヶ月半ぐらい空くんですけれども、はい、そちらに向けて、サポーターへのメッセージそして意気込みお願いできますか？本当にいつも、熱い応援が僕たちの背中を押してくれてるんで、またチームとして、今年 J3 昇格っていうのが目標なので、それに向かって、一緒にまた戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。服部選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。服部公平選手のインタビューでした。まあ、服部選手、昨年奈良に本拠地を置いている飛鳥 FC にいたので暑さには慣れてるそうですね。その後に話は聞きましたけど、暑い方が好きですとも話してたので、まあ、ここから本当にね、夏暑い時ってどういう風に、特にアマチュアの選手はケアがねチームとしてむちゃくちゃされるわけではないので、どういう風に過ごしていくかっていうのが後半戦に大きな影響をもたらすと思います。非常に混戦なので残り12節あるから1試合休みだから11試合あるんですよ。まだまだです、ここからです。期待してます。ということで、あ、ちなみに9月10日ですからって言ってましたけど、その前に1週間前にブリオベッカ浦安とのアウェーゲームがあって、それが再開の試合になりますので、お間違いのなきよう、僕は間違ってました。はい、続きまして、レイラック滋賀 FC が今月ですね、12日に福井ユナイテッドのホームであるテクノポート福井というスタジアムでハピネスフェスというイベントの中の一つとして親善試合を行うことになっています。福井ユナイテッド FC 対レイラック滋賀 FC、 この試合に向けてレイラック滋賀 FC のサポーターさんも福井に来られる方が多いでしょうから、レイラック滋賀 FC には福井出身の川端光選手がいるんです。ゴールキーパーの川端光選手、まあ、川端選手は福井県の小浜市というところ出身という情報だったんですけどね。で、僕が福井県の敦賀市という、まあ、嶺南地域という福井県の下の方の福井に行くところに通る町の人間だったんですけどね、結構30分ぐらいで着く町で近くなので福井トークをしてきました。レイラック滋賀 FC の皆さんに向けて、福井ってのはこういうところなんだよ、こういうのがあるんだよっていうのをお話ししてまいりました。ということでお聞きください、川端光カゴ信明福井対談です。ということで、川端選手にお越しいただきました。お願いします。すいません、この格好で。いや、川端選手はハピネスフェスに向けて福井、はい、これから行きますけれども、はい、福井出身なんですよね、はい、どこですか？自分小浜市、下の方の嶺南の小浜市になります、ね、はい、だから今までなんか試合をやるところよりはだいぶ離れてはいるんですけれども、 でもサッカーやってたら福井市なんてめっちゃ行きましたよね。はい、中学校の時よく行きました。ですよね。まあ、ちなみに僕敦賀なんで、はい、小浜市と同じ嶺南地区、30分ぐらいですよね、車でね。そうですね、30分ぐらいで、うん、
サッカーって、はい、僕小浜市にサッカーのイメージ全然ないんですけど、そうですね、どういう感じだったんですか子供の頃って。もともと自分も敦賀に住んでまして。あ、そうなんですか。そうです。小学校1年生まで敦賀に住んでて、敦賀 FC っていうサッカーチームに、はいはいはい、はい、もう強豪です、敦賀の中では。そうですね、はい、そこに入団してて、で父の仕事の関係で小浜に引っ越すことになって、2年生までは敦賀市まで通ってたんですけど、3年生になるときに、うん、平日の練習も入ってくるってことになって、通うの難しいってことになったので、小浜市にあるアルタス若狭小浜 FC に入団することになりまして、3年生から、中学3年生まで、アルタスの小浜 FC にお世話になってました。そこから浦和でしょ。そうです。よう行けましたね。そうですね、本当にいろんな人のつながりと、まあ、人いろんな運が、うん、いろいろ噛み合って、本当に細い運でつながったっていう感じなんですけど、でもそうですね、いろんな、まあ、トレセンとかには行ってたので、それでいろいろと見てもらって、はあ、それで指導者の方とか、はい、そういう方にこうつながりができてっていう感じなんですね。あ、そうですね、はい、運がありますね、そこは。本当ですね、中学までは本当に運で生きてたんで。そんなことはないですけど、浦和に行くってやっぱ僕たちにとってはもうヒーローみたいな、福井で行ったら多分ほとんどいないぐらいだと思うんで、いや本当すごいんですよ。わかります皆さん、あの福井の観光からって言ったらすごいあれですけど。そうですね、敦賀と小浜ってやっぱり多分サッカーの印象が多分みんなないぐらいだと思うんですけど、そうですね、その中から出てこられて今回まあ福井で試合をすることになりますけれども、はい、ちょっと福井投稿したいんですけど、多分皆さん福井に来ると思うんですけど、はい、福井といえばどういうものを見てってほしいなとかあります？そうですね、やっぱ海に面してるってこともあって、うん、海鮮丼やら海の幸が一番やっぱ自分の中でも帰った時に一番に食べたいものだと思っているので、うん、それが一番の自分が福井で一番魅力に感じている部分でもありますし、うん、でやっぱ福井の人たちは温かいので、うんうんうん、すごく帰った時でも地元の人たちが知らない人でもお帰りとか言ってくれたりとか、うんうん、自分が知らなくてもあっちがしてて、ね、お帰りとか言ってくれたりしてくれるんで、すごくやっぱ帰った時にはここがやっぱ自分の地元だなっていうのがあるんで、うんうん、すごく住みやすいですし、うん、すごく温かさがある県だなと思いますね。僕も同じ感覚なんですけど、はい、福井ってやっぱ港系じゃないですか、うん、外から来る人にそんな排他的じゃないのが、うん、ない田舎っていうのがすごいいいですよね。そうですね、美味しいですね、美味しい、本当に。カニの季節じゃないのがちょっと ね残念ですけど、福井の北の方といったらまたヨーロッパ圏とかもありますし、うん、そうですね、美味しいですね。美味しいでしょあれね。美味しいですね。だから最初は福井県だけじゃなくて他の県にもあると思ってたので、同じです。そしたら違うとこに行ったらあれキャベツ乗ってるとこありますよね。キャベツ乗ってないんですよ福井のやつは。そうなんですよ。わかります。あれがうまいんですよね。カツの大きさもね、全然違うんでね。そうそうそう。なんか厚い印象がありますけど、うん、薄いくて美味しいっていうのはね。そうなんですよ。蓋閉まんないんでね。そう。大きいの入ると。そうなんですよ。ミックスの感じが入ると、うん、ミックス美味しいですね。全然入らなくて、はい、思いっきり浮いてるじゃないってやつ。もう浮いて出てきますからね。そうで蓋に乗せて食べるんですよね。一個一個ね、分けて。うわ、よう分かるわ。子供の頃もようやってます。やってましたね。選手になるとなかなか食べられないのが ね残念です ね。オフにならないと。オフにちょっとね、帰った時にもう一回食べに行こうかなと思ってます。ぜひもう皆さん行ったら海鮮とカニ、ソースカツ丼、ね、カニはないんですまだ。カニはね、冬にまた行ってもらって、あと三浜のうなぎとかも、ね、美味しいですね。あそこね、ちょうど真ん中ぐらいにあるんですよ、小浜と。あ、だから帰りに寄ってもらうってことできますよね。あ、そうです ね、こう来た時に ね三浜の方行って小浜の方から下に下がると、うんうん、普通に、高島あたりまで帰れますもんね。そうですね、うん、で海も綺麗ですしね、あそこら辺は。めっちゃ綺麗ですね。綺麗ですよね。行ったら悪いけど敦賀まで行くとダメですね。ね、水晶浜あたりが現状ですよね。三浜市にあるんです。三方でしたっけ？三浜ですね。三浜と三方の間なんで、ね、まあ三浜ですね。めっちゃ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗ですね。多分大阪とかのものに慣れてる人は信じられないぐらい本当に透き通ってるんでね。そう。なのでぜひぜひ海の方もちょうどいいじゃないですか今。そうですね、ちょうど、うんうん、ね、海開きもされてますし、うん、1日泊まって12土曜日だからいいですね。1日泊まって入って帰ると最高だと思います。で海鮮丼食べて温泉入ってもらって、
福井満喫ですね、それはね。ちょっとね、上の方行くと、あわら温泉もありますし、ね。あ、そうですね。はい、温泉泊まって。そうですね。恐竜博物館も行って。行ってもらって。最高です。なので、ぜひ、福井ハッピネスフェス8月12日なんで、はい、僕とね、2人の故郷にぜひお越しください。ありがとうございます。ぜひぜひ。はい、まあ、1ヶ月先に試合再開されますし、はい、ハッピネスフェスもありますけれども、そちらに向けて最後にサポーターへのメッセージと、はい、意気込みをお願いします。そうですね、自分がまだ試合に出れてない部分もあるので、うん、出るときは精一杯勝ちにこだわって、一個一個のプレーに集中してやっていきたいのと、まあ、試合に出れなくてベンチのとき、今の状況ですけど、うん、そういうときはやっぱどうすればチームのためになれるか、すべ、うん、ては、自分の心の中に消えている言葉があって、すべ、うん、てはチームのためにっていうのが自分の心の中で決まっている言葉があるので、そうすればいつか自分にも返ってくると思っているので、そうですね、それを言葉を胸に、スタートだったりベンチだったりベンチ外だったとしても、チームのために頑張っていきたいと思うので、2週間後の福井フェスと、はい、プラス、後期の中断明けの開幕戦、浦安もありますよね、浦安で、はい、の5000円よろしくお願いいたします。ありがとうございました。わざわざこんな練習後にお付き合いいただきましてありがとうございました。福井トークでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。川端選手との福井トークでした。8月12日ハッピネスフェス福井ユナイテッド戦に行かれる方は、12日土曜日なので、1日この福井県に泊まって福井県を満喫されて帰るのもいいんじゃないかなと思いますよ。あばら温泉が近いですし、恐竜博物館もありますし、で本当に水晶浜とかね、南の方、嶺南の方はビーチも本当に綺麗ですし、ご飯も美味しいですし、ぜひぜひハピネスフェスよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日はもうこれで26分、あと番組も1分半となってしまいまして、今週末どこ行くのコーナーができなかったんですけれども、今週末はJFL お休みで、レイラック滋賀 FC の皆さんも今週は1週間オフとなっております。そして今週末は全国社会人サッカー選手権大会の予選がこの関西の各地で行われます。バサラ兵庫対セントアンドリュー、そしてチェントコーレハリマ対アスカフットボールクラブ、森山侍2000対おこしやす京都 AC、 レイジェンド滋賀 FC 対阪南大クラブ、アルテリーボ和歌山対阪南大レボリューション、この5試合8月6日すべて行われます。会場はアスパ五色と西京極の補助グラウンド、この2つで10時半から13時半この2つの時間で行われますので、ぜひぜひそちらも注目してください。ではもう時間がなくなってしまったので、今週はこのままお別れしましょう。加護信明のフットボールラウンジ、また来週お会いをいたしましょう。バイバイ。